ドアノブが回らない。ダメだ。まあ、気をつけろよ。そんな。おい、ちょっと待ってくれ。まだ生きてる。大丈夫だ。まだ体に戻ればきっと目を覚ますはずだ。誰か音を聞いただろう。くそ。ロナ、ロナ、信じられない。またあなたに会えるなんて。嘘だろ、ジュリア。もう会えないと思ってたよ。元気そうね。そうでもない。またあなたと一緒にいられるのなら私は何でもするわ。でも。どうした？そんな、なんでまた離れ離れなんだ。そこは一体どこなんだ？橋の向こう側よ。橋？何のことだ？あなたは囚われてる。橋の上にいる状態と言ってもいいわ。いずれにせよそこは危ない。いい？あなたは橋を渡らないといけないの。先へ進むのよ。先？君はそこにいるのか？私はいいから。あなたは人生でやり残したことがある。時間がないわ。考えて。解決できてないことは。わからない。何か必ずあるはず。行くのよ。君が俺の元を去って俺はあんな思いは二度とごめんだ。私にはまた会えるわ。自分の身を守って。乗ってくれジュリア。俺を置いてくな。クソ。
もしもし、リーガルアパートの外に人が倒れてるんです。血が出てて撃たれたみたい。息してない。息してないみたいです。脈もない。ガラスの破片が散らばってて血だらけで。ひどい。はい、電話は切らずに待ちます。あんた、聞こえるか？あんたは？なあ！おい、君、聞こえないのか？戻ってこい。まだあったかい。おい、どうして逃げた？飽きたの。新入りの世話はもうたくさん。悪く思わないで。壁を抜けるわ、物を呼び出すわ。君は随分慣れた様子だな。この場所の仕組みを知ってるんだろう。仕組み？この場所を理解するのは簡単よ。才能に気づけば出られるかもしれないわね。才能ってなんだ？生前の特技は死ぬと力を増すの。それが能力になる。使える能力は人それぞれよ。人に取り付いたり思考を操ったり、実体が不安定なものを自由自在に呼び出してみたり消したり。特技が能力になるか。さっきドアにぶつかったが、他のものは通り抜けられる。どうなってるんだ。何でも素通りできるんじゃないのか。魔除けが施されてる建物は通り抜けられないの。でも入り口はある。開いてるドアとか窓とか。中に入ってしまえば壁もドアも自由に素通りできる。ただし青く光っているものは通り抜けられないから気をつけて。すぐに勝手が分かってくるはずよ。君は誰だ？ここには長いようだが。私もあなたと同じ。言っておくけど、ここはとても危険なところよ。自分で未来への道を立ったり、他人に奪われることもある。悪いが、話がよくわからないな。自分で未来への道を立つって？やり残したことがあるでしょ。解決しないと足止め。大丈夫、よくあることよ。よくある？冗談じゃない。他人に未来を奪われるって言ったな。そう。ここで自分を見失うと悪霊になって、ここから出られなくなって、他の人たちを捕らえて喰らうようになる。永遠にね。なるほど。そうか。自分を殺した犯人を突き止めれば、俺はここから出られるんだな。じゃあせいぜい頑張って。おい、待ってくれ。まだ聞きたいことがある。あっ、くそ。気をつけることに。一寸先は闇だから。どうなってんだ。Thank you.
自分の死体が地面に転がってるのを見るのは、見たくないものが映っている鏡を無理やり見せられてる気分だ。自分ではもうどっちが本物でどっちが鏡なのか分からなくなってる。賢いな、バクスター。現状維持もありゃしない。応援必要ないな。お前に警官は無理だった。ったく、つくづくバカな野郎だよ。警部を。やめるんだバクスター。落ち着け。戻って調書を取れ。さあ。どっちがバカだよ。警部補はご覧にならない方が。その顔を見るだけですよ。ああ、辛くないとは言わない。だがこれは俺が担当する事件だ。明日以降も星をあげるまで。よく覚えておくことだ、巡査部長。警部の命令ですから。チームに被害者の家族がいる場合、その、いえ、わかりました。ごゆっくり。お前なんか死んでしまえと何度も思った。一つ伝言を頼む。ジュリアに俺が泣いてると。安心しろ、レックス。ジュリアは知ってる。殺人の捜査は初動が肝心だ。スチュワートのメモ帳には現時点で分かっていることが書いてあるはずだ。ではフードの男を見たんですね。見たわ。その人を殺したのよ。見ろよ、野次馬が集まってきた。見せ物じゃねえよ。あの二人は何を話してるんだ。警察の捜査で何か分かったか探ってみよう。ここに手がかりがあるはずだ。参ったな、ロビンソン。ああ、たく、ロナンめ、信じられん。あいつ何しにここへ来たんだ。死にに来たんだ。ベルキラーが建物に入ったって通報があって、それで向かった。応援も待たずにな。そんで結局ベルキラーに紙飛行機代わりにされて、バン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 、お前胸に7発、お前至近距離だ。お前本当にデリカシーないな。あいつの入れ墨見ただろ。あれは前科の記録だ。警官じゃなくて悪党だ。だからまともに死ななかった。それでも俺らの仲間だろ。大丈夫ですか？
血が固いわね。行動すれば情報が集まるのに。ローカルニュースなんてだるいわ。早くボストンに移動したいわね。なんとか落ち着いてもらえれば思い出してくれそうだが、根気よく聞き出そう。この人は取り乱してる。こんな経験は初めてだろうからな。私見たわ。フードの男が外にいた。アパートの最上階の4階のあたりを見上げてるように見えた。奴がここに来たのには理由がある。何が目的だ？あの部屋に手がかりがあるはずだ。入り口はあそこだが閉まってるな。さてどうするか。ドアが開いたな。スチュワートの後についていこう。教えてくれ。中に入りたいときはいちいち誰かがドアを開けるのを待つのか？そうよ。魔除けが施されてる建物に入るのはちょっと面倒ね。でも中に入ってしまえばあとは自由。外へ出るときも同じ。開いてるドアとか窓とか、まあ出口はいろいろあるわ。こういう建物はいくつある？スイラムで？まあ全部ね。すぐ慣れるわ。わかった。巡査部長、至急現場に戻ってください。了解。なんだ、あんたか。何かと思った。あんた。なんだよ、また心臓止める気か。いや、その今のは言葉のあやだよ。ほら、浮かない顔するな。自由に見て回れよ。その辺嗅ぎ回ってみろ。どうせ誰も止めやしない。お前全部見たんだろ。ご立派なことだな。しょっちゅう窓の外覗いちゃ人様のことに首突っ込んで。見ましたよ、きっと夢に見るわ。悪夢ならわしら二人とも間に合っとる。その話は二度と二度としないでちょうだい。ああ、いいとも。わしは黙ってて。
うなってんの。見つかればせめて何があったかは。何を探してる。自分の死体が見つからないの。ここで殺されたのは確かなんだ。うまく説明できないけど、死体の場所が分かれば気持ちが落ち着くような気がするんだよ。あんたひょっとして刑事？ねえ、お願い助けて。ああ、犯人に心当たりはないか。死体発見に役立つはずだ。確か年寄りの夫婦で、このアパートの住人なのは間違いないんだけど、後のことはよく覚えてない。あの時私薬やってたから。確かに刑事の出る幕だな。このアパートに住む老人たちの話を聞いてみよう。大きな声を出すと上の階に筒抜けよ。しました。セーラムから中継です。歴史ある閑静な町がパニックに包まれています。数週間前から不可解な殺人及び死。街中で公然と殺害されました。一連の失踪は殺人。